姉たちの今回の衣装、ビビッドでクリエイティブでマーベラスです。ありがとうございます。かっこいい衣装でなんだかドキドキしちゃいますね。アリサムです。大胆にさらされたアイドルちゃんたちのお腹、クッ、ごちそうさまです。アリサちゃんも同じアイドルなんだけど、あって、違うんです、それどころじゃなくて、そうでした。あの、プロデューサー、ナオさんとアカネさんが大変なことになってて、アカネちゃん的にはここはドローンを使いたいな。絶対超イケてる演出になると思うんだよね。めっちゃええやん。ならそのドローンでお客さんにたこ焼き配れるんとちゃう。いいね。あかねちゃん人形もおまけにつけちゃおう。どうせならお好み焼きセットも作っちゃう。金、それめっちゃすごいアイディアやん。そしたら客席におっきな鉄板用意してもらって、ソーリーです、プロデューサー、ロコたちではストップできませんでした。どれも魅力的なアイディアですが、本番までもうほとんど時間がありませんね。プロデューサーさん、ちょうどいいところに。あの、今からおっきな鉄板用意できませんか。妥協してホットプレートでもいいです。お客さんに粉もん焼きながら見てもらったらどうかなって。それとドローンの手配もよろしく。あかねちゃん人形つけたこ焼きを配るのに使うからね。食材の買い出し、ドローンを飛ばす許可。もちろん覚えてるよ。やだな。この後みんなでステージに立つんだよね。新しい衣装でテンションが上がっちゃって、ついなんてことはないから安心して。本当だよ。でもでも、あかねさんの気持ちすっごくわかります。衣装とっても素敵でしたら。せやな、衣装もそうやし、このイベントはあかねと一緒にずっと準備してきたからな。いざステージってなると、なんや、そわそわしておしゃべりが止まらんようになって。ちゃんはそれが言いたくてボケてたのです。あかねちゃんたら。でもプロデューサーさんの言う通りだね。そこまで言われたらやるしかないやんな。みんな、もうすぐ本番や。気合い入れて